おいしい。ここを抜けると運気向上いたします。あれこれ神隠し。体中に風を集めて巻き起こせ嵐嵐。あ、ここだ。わ、すごい。山形県山形市七日町を歩く四郎さんの目的は開運城下町山形七福神2013。市内中心部を散策しながら七福神の7つの御朱印を集めるスタンプラリーなんです。観光に来て街を歩いてもっと賑やかになってほしいと企画されたんですって。県外からの参加者も多いそうで東北の復興の応援になりますね。スタンプを集めると御利益があるんだとか。それでは四郎さん、東北復興のために張り切っていきましょう。この辺、なんかまあ地図で見ると大体この辺。お、あ、ここじゃないですか、ここ神社、神社、ここですよ、ここ、ほら。最初にやってきたのは湯殿山神社。スタンプ、スタンプ、スタンプ押さないと。スタンプを。開運、開運。ないなスタンプ。お、あれちょっと見てください、これ。なになに、あれ、恵比寿様ですよね。ほんとだ。あ、ほら、恵比寿、恵比寿神社って書いてます。恵比寿神社スタンプ、スタンプどこでしょうね。どこです、スタンプ。ありました、ありました、ありました。城下町山形七福神ウォーク、恵比寿の神。ぬぬんてっき、やりました。1個目のスタンプゲットです。この勢いのままこの後もどん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 スタンプ押しちゃいますよ。ちょっと次のところってここじゃないですか。丸八、丸八、ごめんください。お茶の一服どうぞ。お茶、試食、はい、なんかこのおもてなしは何なんですか、これは。はい、お漬物屋でございます。漬物屋、はい、ほんとだ、いろんな商品ありますね。はい、そうですね。試食って、お、こちらですか。はい、一番のおすすめが何ですか。当店の社名にもなってます、やたら漬けですかね。やたら漬け、はい、大根、人参、お醤油漬けになっております。山形県の方々が愛するやたら漬け、いただきます。やたらめったら入ってます。いただきます。どう、いかがですか。おいしい。ありがとうございます。こちら辛味噌やたら漬け、褒めて使わす、ありがたき幸せ。あ、美味しい。ねえねえ、四郎さん、スタンプは。なんか忘れてる気がするけど、か、こら、違う違う違う、スタンプをしに来たんだ。さあさあ、ありがとうございます。スタンプあちらになります。あ、あります、スタンプ。はい、忘れてた、ズドン。あら、かわいい。さあ、四郎さん、どんどん行きましょう。あ、大黒様だ。ドレス、いい雰囲気ですね。寿老人ゲットだぜ。日が傾いてきましたよ。急いで、四郎さん。
残るはあと一つ。スタンプだ。スタンプがあった。最後のスタンプ。毘沙門天。どうだ。来た。開運城下町山形七福神。コンプリート。やったぜベイビー。これ係の人に見せればいいんですね。七福神、完成したあのゴール、あの係の方はあれ死んでる。すいません、こちらです。ああ、すいません。ちょっとちょっと。七福神、すべてを揃えましたよ。はい、おめでとうございます。こちらに最後のこの宝のハンコを押して、本当だ、はい。完成になりますので。ここのところ、俺あ全然気づかなかった。やりました。城下町山形七福神。サイ宝と呼びます。宝。こちらのお守りを差し上げておりますので。お守りですか。はい、御符です。ねえシローさん、早速御符のパワーを使ってみようよ。僕と結婚してください。ワクワク。すでに既婚者でした。既婚者でした。あらら。そうですよね。気持ちが、はい、受け取りました。わあ、気持ちが通じてよかったね、シローさん。御符のパワーで福を呼ぶ、復興になりました。